はい、こんにちは。バンカーアカデミーのりょうへいです。今日はこちらです。人気の EMAXSLIM 全世界株式オールカントリーがいまいちよく分かってないという方にお話ししていきます。オールカントリーについてよく質問をもらうので気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では EMAXSLIM 全世界株式オールカントリーで必ず知っておくべき点を解説します。 投資初心者の方向けに、分かりやすくお話ししていきますので。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょう。では、このパートで、イーマクシススリム全世界株式。オールカントリーを徹底解説していきますが。先に、この動画の結論をお伝えします。 イーマクシスリム全世界株式オールカントリーは先進国、新興国の株式約3000名柄に分散投資しているインデックスファンドで現状50%以上は米国が占める過去30年でリターンが最低値だった15年間運用のケースで年平均のリターンは7.4%リスクは 19.7%1000 円投資したら 一年後には約7割の確率で、マイナス120円からプラス270円のイメージ。信託講習は年0.1144%。実質コストは年0.178%と非常に安い。この結論をもとに、大人気の EMAXI SLIM 全世界株式オールカントリーを丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。 早速ですが、EMAXSLIM スス全世界株式オールカントリーの人気が非常に高いです。積み立 NISA なので、投資を始めた人だけでなく、経験豊富な投資家からも好評ですが、人気だからという理由で、なんとなく選んでいる人も多いはずなので、今回は投資信託の説明書とも言える目論見書から、大事な点をピックアップして紹介します。はい、投資をする際に、必ず知っておくべき点は以下の3つです。 丸一投資先はどこか？丸二過去の運用実績リスクとリターンはどうか。丸三手数料はいくらか。これらを順番に見ていきます。まずは丸一。投資先はどこの国か。これはファンドの目的、特色を見ればわかり。日本を含む先進国および新興国の株式が投資対象と書いてあります。また。 MSCI オールカントリーワールドインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行いますと書いてあるので EMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーが連動しているのは MSCI オールカントリーワールドインデックス通称アクウィーと呼ばれる指数でインデックスファンドであることもわかりますインデックスは日本語に訳すと指数のことですが簡単におさらいしておくと平均点のことだと思ってください 例えば、日本の A 社や B 社、C 社、D 社、E 社などがあるとして、日本を代表する225社の株価の平均点が、日経平均株価という指数になるので、こうやって聞くと全然難しくないと思います。この平均の仕方自体はいろいろとあるんですが、ひとまずは、多くの会社の株価の平均点が、インデックス、指数だと思えば OK です。もう少し踏み込んでお話しすると、 投資信託にはインデックスファンドとアクティブファンドがあります。インデックスファンドとはここまでお話しした通り、ある指数、すなわち平均点との連動を目指す投資信託です。一方でアクティブファンドとは、その指数を上回る成果を目指す投資信託のことで、また違った特徴があるので、インデックスファンドとアクティブファンドの比較は、概要欄の関連動画を見てください。 では、e マクシススム全世界株式オールカントリーの投資先は、どこの国かという話に戻ると、目論見書にわかりやすい円グラフが載っています。この比率は、各国の株式市場の時価総額によって変わるので、都度変化していきますが、 現状だと、アメリカが57.8%、日本が6.5%、イギリスが3.8%と、これらの先進国で計87%、そして中国を含めた新興国で13%と、Emaxis Slim スス全世界株式オールカントリー一つに投資するだけで、これら合計50カ国もの先進国、新興国の株式、約3000名柄に分散投資ができるので、 人気の理由もよくわかります。また、e m a x シ s ス l i m 全世界株式オールカントリーを構成している上位の銘柄を見てみると、Apple や Microsoft、Amazon や Alphabet、これは Google ググのことで、Facebook など、いわゆる GaFam と呼ばれるアメリカのハイテク銘柄が上位を占めています。ただ、今回注目してほしいのは、こちらの組入れ上位通貨で e m a x シス Slim スオールカントリーを保有すると、このような 米ドルやユーロなどの外貨建て資産を持つことになるので、例えば米ドルと日本円において、為替相場が円安になると、それだけで円換算での利益が発生します。為替相場の変動による円建て評価額の例を分かりやすく見てみると、例えばある米国株式の株価が30ドルだとして、1ドルイコール100円の時の円建て評価額は3000円、30ドル ×100 円となりますが、 その後、米国株式の株価が27ドルに下がっても1ドル120円と円安に傾いた際の円立て評価額は3240円、27ドル ×120 円となり、プラス240円の含み益が出ることになります。 このように E マクシススリム全世界株式オールカントリーを持つと円安は為替の利益を生み円高は為替の損失を生むことは知っておきましょう現在は円安にだいぶ流れているのでその影響で利益が出ている人もいると思いますがそれは株価が上がってプラスになっているわけではないのであくまでおまけ程度に考えておくのがいいかと思います続いて丸2過去の運用実績はどうか 目論見ミ書には基準価格や純資産総額の推移などはあるんですが、これだと過去のリターンが分かりづらいので、今回は別のサイトの資料を見ています。はい。利用するのはマイインデックスというサイトで、使い道はいろいろとあるんですが、例えば株価指数、インデックスをクリックすると、主要な指数の過去のリスクとリターンが分かるので、Emaxis Slim 全世界株式オールカントリーが連動する MSCI、 オールカントリーワールドインデックス、通称アクウィー指数を見ています。はい、過去のリスクとリターンに注目ということで、アクウィー指数の2021年9月末時点、配当込み、円ベースでのリターンなどを見ていきます。様々なデータが載っていますが、今回使うのはこのリターンとリスクです。リターンとは、ある期間における資産のプラス、もしくはマイナスの増減率、そしてリスクとは、 ある期間におけるリターンのブレ幅を指しますが、これだけだとイメージが湧かないと思うので、もう少し具体例を見ていきます。例えばこちらが年平均のリターンとリスクが載っている表で、3年だと年平均のリターンがプラス12.7%。 リスクが19.4%となり、過去3年間運用すれば、値動きがそれなりにあったものの、平均すると、毎年プラス12.7%ずつ、資産が増えていったことになります。マイインデックスには、過去30年でのデータが載っているので、その中でリターンが最低値だった15年間運用のケースを保守的に利用すると、 年平均のリリターンががプラス 7. 4リス7.4% 19.7%クが 19. 7となっていますここからは統計学の話が入ってくるので参考までに聞いておいてほしいんですが先ほどの15年間運用のケースからリターンがプラス7.4% リスクが19.7%にて計算すると約68%の確率で損益は12.3%からプラス27.1%に収まります。またリスクを2倍にして考えると約95%の確率で損益は32%からプラス46.8%に収まります。 つまり Emaxis Slim All Country に1000円を投資したら1年後にはだいたい7割くらいの確率でマイナス120円からプラス270円9割以上の確率でマイナス320円からプラス470円程度の損益になっていると思えばいいでしょう ただし最近は株式相場がかなり好調なこともあるため将来的なリターンはもう少し低いかと思いますがこれでおおよそのリスクとリターンがなんとなくイメージできたかと思いますでは最後に丸3のオールカントリーの手数料を見ていきます前提として投資信託の主な手数料は大きく分けて4種類あると思ってくださいまずは購入時手数料 これは買った時にかかるコスト。次に、信託財産の留保額。これは解約時の迷惑料とも言われますが、投資信託を解約する際に支払う費用です。そして、信託報酬。これは毎年かかってくる手数料で、とても大事な保有コストになります。これらは、事前に読む目論見書に記載されていますが、しかし最後の隠れコストがちょっとわかりづらく、実際の運用後の運用報告書でチェックする必要があります。 この投資信託の隠れコストについては概要欄の関連動画を見てください。最近の低コストの投資信託では 購入時手数料と信託財産の留保額はゼロであるケースが多いので、目論見書では信託報酬をチェックするようにしましょう。E-Max Slim スス全世界株式オールカントリーの信託報酬は年0.114%なので、仮に1万円投資しても年間で11円程度のコストしかかかりません。 新宅報酬が1%以上を超える投資信託もザラにあるので、Emaxis Slim 全世界株式オールカントリーの手数料は十分に安いことがわかります。新宅報酬を含めた実質コストは運用報告書を見ればわかりますが、直近期だと0.178%となっており、やはり Emaxis Slim オールカントリーはかなり安いと言えるでしょう。 今回知っておいてほしいポイントはここまでになりますが、大事なのは、ただ人気だからという理由で Emaxis Slim オールカントリーを選ぶのではなく、自分の目できちんと判断することを忘れないでください。はい。では今日のおまとめです。Emaxis Slim 全世界株式オールカントリーは、先進国、新興国の株式、約3000名柄に分散投資しているインデックスファンドで、現状50%以上は米国が占める。 過去30年で、リターンが最低値だった15年間運用のケースで、年平均のリターンは7.4%、リスクは19.7%、1000円投資したら、1年後には約7割の確率で、マイナス120円からプラス270円のイメージ。信託報酬は年0.1144%、実質コストは年0.178%と非常に安い。はい、こんなところですね。 またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram の DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。